前回は撮りますよ、撮りました。はい、いいよ。いいですか、いきますよ、3、2、1いくよ。普通にかっこいいな。はい、チーズ。あ、ありますね。正解そうじゃなかった。寄り添ってくれる存在なのかなっていうのを感じたんですね。なんか天狗が持っているなんか懐の深さみたいなものも感じましたね。天狗と人との関わりをしっかり学んだ3人。だが、これだけでは何か物足りない気が。このまま天狗の話だけど何もできることがないもんな。詳しい何か情報を得て、欲しい欲しい、新たなキャラクターの、ね、設定とか増やしていけたら、うん、林が考えた座敷わらしのユウや、カズが考えた猫又のチェルタについてキャラクターを深掘りする方法はないか。そこで妖怪研究の第一人者山口敏太郎先生にお話を伺った。山口先生は妖怪関連の書籍を多数執筆している妖怪のスペシャリストだ。まずは林が考えた幽のモチーフになった座敷わらしから。その家主のためにまあ富を集める、財産を形成するという、まあ、幸運を招き入れる妖怪なんですが、まあ、その家から出ていくと、まあ、不幸になって没落してしまうという、そういうマイナスポイントもあります、ね、あ、結構リスキーなのね。まあ飢饉とか、まあ、戦乱とか病気が流行ったりして、それでまあ江戸時代とかね、まあ、貧しい家とか子供が亡くなっちゃうわけですね。そうなるとそういう子供を土間に埋める。おい、土間、農家にある土間とかね、で、あるいは屋敷の座敷の下に埋めちゃう、そんな風にして家の敷地の中に埋めてたんですよ。まあその子供たちの魂が座敷わらしとなってその旧家を守っていたということはありますね。怖いエピソードじゃん、重いよね。まあ、あの幸せを運んでくれる幸運の神という見方が人間側からあるんですけど、亡くなった子供からしたらね、まあ、死んだ後も家のためにせっせとこう富と財産を運び続ける魂の奴隷だよね。まあある意味不幸な妖怪でもあります。ちょっと待って待って、キャラクターの根底が覆っちゃうんだけど。だいぶ重い設定になる ね。いやでもだって生まれたさ理由がそこからっていうと、まあ、バックボーンは ね、 そ う、 だね、そうだけど、まあ、そこを取り入れるかは、まあ、まあ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 、そう小林さん次第だけど、そうだね、ただただこう幸せを運ぶものだというプラスの方向しかなかったけど、本当、うん、だからそのいなくなった途端に、うん、あの厄災が降りかかるとか、うん、そういう重めのところをもうちょっと意識した方が良かったなって思うね。まあまあでもやっぱりちゃんとプラスの陽の妖怪にはしたいから、うん、変に引きずりたくはないけど、まあね、いやでもいい話がいっぱい聞けた、ありがとうございます。ありがとうございました。続いてはカズーが考えたチェルタのモチーフとなった猫マッタ。だいたい年を取った猫は妖怪猫マタになるというわけですね。妖怪猫マタというのは尾っぽが2つに割れていて、人間に化けたり猫の姿で人間の言葉を喋ったり、まあ、様々な怪しいことをやると言われています。死んだ人を操るというんだよね、猫の妖怪は。劇場で三味線弾くおばあちゃんが死んじゃったらしいんですよ。で、まあ、しょうがないから楽屋に寝かしていたら、もういなくなっちゃったんです、死体が。で、あれどこ行ったんだってもうみんな探したら奈落の下で劣ってた。でバタッと力が抜けて元の死体に戻った。怖っ。恐怖の対象ですね。あの飼い猫が猫股になれば主人の恨みを晴らすために、まあ、自ら化けて
主人が敵意を持ってる人間を食い殺すって言われますね。まあ、あの主人の恨みを晴らすときは主人が例えば死に追いやられたりしますよね。そうすると主人の血を舐めて恨みのパワーを増幅して、そしたら相手方の女中さんに変身したりして化けて敵方の近くに潜入して隙を伺って殺すっていうのがあります。悪者というか、まあ恐怖の対象、恐怖の対象。でも言ってしまえば飼い主に対してはすごい義理がたいっていうところがあるんですもんね。飼い主の血を舐めて恨みを増幅するってあたりが、ちょっとすごい中二病感、そうそうそう、そこら辺はすごい印象に残った。でも強いよ、死体を操れるってすごくね。いやすごい超能力ですよね、ベロンつって舐めて、ありそうだね、行け、結構かっこいいキャラになりそうですけど、確かに、まあ、妖怪によっても三者三様なんだなっていう、そんな印象にはなったかな。それでは本日の集大成、この旅を通して学んだことをもとにストーリーや設定に追加したいアイデアを考えるがお。まずはカズー、チェルタのシナリオに加えたいアイデアとはこちらです。でん、ネクロマンサーかっこ仮、お、今までお世話になった人とか、その会えなくなってしまった人、お別れが言えないまま会えなくなっちゃった人とかを、あの蘇らせることができる、超万能じゃん。人助けの部分もありますよ ね、うん、死んだおばあちゃんに会いたいとかそういうことですよね。これはね、あの、部分的要素なんですけど、血を舐めると強くなる、それは自分の血ですか、できることならば人の血が欲しいですね。でも超かっこよいしょ。超かっこいいっすね。かっこよいしょ。いや、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃないですか。いいでしょ、うん、お次は林。ユーのシナリオにどんなアイデアを加えるのか。僕が2つ考えました。はい、2つ。まず1つはこれ。でん、実は双子。お、追い込んでいくね、自分を。そう。え、でも分かんない、こう双子の姉とか妹だったら別キャスト、男だと俺になる可能性は。男でしょ、そこは全部自分でやるんでしょ。あの、ボイチェン、ボイチェンボイチェン、ヘリウムガスとかする、いちいちめんどくせえ、ちょっと今の技術で何とかしてほしい。もう一つ結構重い、ドン、ハツを座敷わらしにする。ほう、ハツとは当初ユウが持っていた人形の名前だったが、最新の設定ではユウが住み着く家の少年として登場予定。今回設定が変わってさ、人形じゃなくて少年にハツっていうのがいる、うん、でめっちゃ怖いじゃん。そうだから、ハツが死んじゃったみたいなことがあった時に、そういう風にしてある意味自分と同じ存在にすることができれば、なるほどね、助けられる、一心同体。そう、最後は梅ちゃん、丸一日天狗伝説の地に足を運んで学んだ結果、どんなアイデアがひらめいたのか。自分のプリント T シャツ着ちゃう。あ、いいね。天狗のロケに大体 6,7 時間ぐらいかかる。いや、一番 T シャツは一番印象残ったし、みんながシリアス方向に行っちゃうとちょっとね、物語が会話が難しいところもあるから、ね、差別化は必要、ちょっと抜けてるやつがいてもいいんじゃないですか、じゃあそんな感じで、まあそれぞれの妖怪に対してちょっとイメージも変わったところで、こういうものも取り入れつつ、まあ、もちろんお芝居の方にも ね、 そうですね、取り入れて、はい、より良いキャラクターにしていければと思います。果たして彼らの提案がシナリオにどのように組み込まれるのか、乞うご期待だがお。ここまで天狗ゆかりの地を巡り、妖怪について学んできた3人。ここからはドラマ CD のコンセプトについてディスカッションしてもらう。今回彼らが取り組んでいるドラマ CD では、それぞれ別々の場所で暮らす7人の妖怪たちが正体不明の悪意によって平和を奪われ、あやかしへと転生するまでの7つの物語を描いていく。今現実の世界が大きく変化し、当たり前だと思っていた常識が崩れかけている。そんな中、
人はどんな価値観を見出し、物事をどのように取捨選択していくのか。変わり果てたこの世界で失うもの、さらにこれからの未来をどうやって生き抜いていくのか、3人に本音で語り合ってもらった。失うかもしれないものってなんだろうね、怖っ普通通常考えると得ていくもんだけどね、仕事って。そうだね、うん、失ったものあるかな。失ったものか。元気。元気。ああ声優とかじゃなかったとしても疲れてたんじゃないそうかもしれないが、何においてもってこと、うん、スイッチが入りづらくなったなっていうのはある。ああどうしても。あでも俺逆かも。スイッチがずっと入りっぱなしでオフにできなくなっちゃう。へだから久々になんかこの間肩のマッサージ行ったら、何をしたらこんなに緊張できるんですかっていうぐらいの硬さになってたからそういう意味ではもうやっぱ体の疲労は結局そこに失ったもので言うと健康な体、そうそう健康な体マジか。まあでもね、それ以上にやっぱ得るものの方が多いから。そうね、うん、だからそれこそさ、そのコロナの時にお休みがあったじゃないですか、めちゃめちゃ人間らしい生活をしてた気がするわ。まあ、ちょっとリセットされたおかげで、うん、本来はこうだよなっていうのを確かに思い出させてくれたよね。間違いなくこれめっちゃ得れたっていう、得られたっていうものある。自分のペースみたいなものは得られたなっていうのをつかめた。元気を失った代わりに力を抜くところは抜いてやらないと持たないなっていうのがあるんで、常にね気張ってる。そうだから気をつけた方がいい。パンパンになっちゃうから。あのさ、俺の方が年上やから一応ちょっとなんかもろもろ分かってるよ例えばこの仕事じゃなければね、関わり合うことがないであろうを見てくれた人とかがなんか手紙とかを送ってくれて、生き方を変えられましたみたいな手紙とかが来たりとかすると面白いなって思うし、ありがたい、ありがたいっていうか嬉しいことだなって思いますね。まあそれで言うと、まあ、今回俺たちが作ろうとしてるオーディオドラマの方もさ、まあ、平穏だった世界が一変しておかしくなっちゃったっていう、ある意味今のこの俺たちの状況とも被るところはあるんだけど、まあ、そのオーディオドラマの方だとその一変したものをどういう風に盛り返していくのかっていう、まあ、ファンタジーではあるけどそういう一つの可能性みたいなものを少し見せられたらいいなっていう風に思ってますよねなんで語尾消えた急に聞こえなくなっちゃったでも確かに変わりましたよね、世の中も、うん、仕事のやり方もいろいろ。でも対応していかないとしょうがないですからね。そうだね、あでもさ、今回のこういう状況によって、イベントの配信的なものっていうのはめちゃめちゃ広がったと思うんだよね。いや、うん、それはいいことだなと思いましたよ、うん、ただイベントとかだとどうしても関東圏というか、うん、そうそうそう、東京で開催されることが多いんで、うん、それをまあネットだと別にどこにいたって、うん、仮に海外にいたって、うん、見れるわけだから、そういうところで広げていくのはいいですよね。確かに、それこそね、やっぱキャパの人数を考えてチケット代とかも設定するじゃん、うん、そう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 、それがちょっとハードル高くていけない人が、うん、やっぱネットでね、ちょっと安くして安く見れるっていうんだったら、確かに幅は広がるな。そう思えば、うん、まあ収束さえすればその先は結構ガーッと一気に盛り返す可能性は、ね、そうだね、期待はあるかな、うん。一般の人たちにとって天狗ってどういう存在なのかっていうのをいろいろ教えていただいて、改めて役作りをするのにいろいろ調べるって楽しいなっていうことを感じました、うん、今回みたいにもうすでに存在しているものに対して知識を深めていくって最近なかなかチャンスがないことでもあったし、それこそ、ね、ネットで調べて、あなるほどねって調べるのもありだけど、こうやって現地に来てすごいね、長い間いろいろ語り継いでる人たちの話を聞いてっていう深め方はめったにできることでもないので、大きな
見方で役作りとしての心構えみたいなのを改めて学ぶことができたので、すごくいい旅になったなというふうに思います。はい、よかったじゃん。お前どこ目線だよ。天狗目線かお前。よかったな。おめえもかよ。現在7人のあやかしドラマ CD は鋭意制作中。一体どんな作品になるのか楽しみにしてほしいがお。それではファンの皆様、どんな作品が完成するのか楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回は風穴開けんぞ。おー、でもちょっとよく考えてみたら、この風穴開けんぞっていうセリフめちゃくちゃダセーなと思うんだ。くらえ、必殺自転オーダー。もうほんと正直何の味気もない技名なのにすげえかっこよく聞こえますね。そのまんまだね。このプロジェクトはファミリー劇場公式 YouTube にて毎週日曜更新。さらにファミリー劇場クラブでは声優男子たちの熱い思いが語られたインタビューなど、 YouTube では見られない未公開部分を独占配信。声優男子ですが過去シーズンも配信中。詳しくはファミ劇クラブで検索。